31日女子ゴルフヤマハレディース・カツラギ最終日、静岡県袋井市、カツラギ GC 山梨、5打差の5位からスタートした小祝井桜（ 25イコールニトリイコールが6バーディー、1ボギーの67で回り、通算10アンダーで逆転して今季初、昨年7月のミネベア三峰レディス以来となるツアー通算10勝目を飾った。1打差の2位には前日まで首位の武田怜央、リオ、 20= イコールや前グループ HD= イコールと岩井千里 21= イコー,ルホンダイコールが入った。圧巻の上がり5ホールだった。ボギーにはしたくなかった、という13番で手痛い一打を落とした小祝井だが、14番で3メートルを決めると、15番でも3メートル16番では8メートルのバーディーパットを沈めた。17番で自身が首位に並んでいるリーダーボードを見て、 そこで優勝を意識した、と最終18番へ。2021年大会2日目に OB を打ちトリプルボギーに見舞われたホールだけに、ちょっと怖さはあった、というが、左ラフから花道にナイスショット。3打目のアプローチを40センチに寄せて逆転勝利を決定づけた。この難しいコースで10勝目を挙げることができてすごく嬉しい、と小祝い。プロになったときは一勝できるとも思っていなかった。 と真顔で話すだが、10勝のうち、通算スコアが2桁に乗っていないのは、嵐のような風に見舞われた21年のキャットレディースだけ。本人の自覚以上にゴルフ力は抜群だ。今季は5試合で優勝1回、2位2回。年間ポイントランクで鈴木愛を抜きトップに立ったが、年間女王などを意識せず、目の前、足元を見て、一歩ずつ前に進んでいきたい、と語った。 V 副賞の水上オートバイには、サメの映画を見て浅瀬でも海が怖くなっちゃった、と苦笑いした。